そしてできるだけ水を捨てるということで半分をかけるということで、ご注意のほどお願いを申し上げます。ご覧いただきまして、どうもどうもどうもありがとうございます。ご覧いただきまして誠にありがとうございます。もうちょっとこの近くなのにね、ここら辺の方が角度的にいいもんな。ご紹介させていただく実践会、今週、今年の
大統領選につきましては、最大限の配慮をしながら、さまざまな出演会、ご紹介をさせていただいております。さらにですね、毎年恒例でございます、ジャンボオリジナルタレントの方は、トレンドのあるところで、今週は3000枚、1月から4月までの分と、それから9月から12月までの分の、8ヶ月分、今週はプレゼントでございます。そして来週はですね、残りの5月から8月までの分と、そして1年間分のカレンダーが、セットになったものですね。これが今週のカレンダープレゼントでございますので、来週のカレンダープレゼントでございますので、第1弾のカレンダー3000枚と、それから第2弾のカレンダー3000枚、合わせてちょうど1年間分となりますので、ぜひですね、例えばご用命のお客様ですね、2週間にわたりまして、ちょうど1年分が無料な仕様でございますので、次まとめの段階。それで一年間分となりますので、特に丸まってくる。本日はご覧いただきまして、本当にありがとうございます。ご覧いただきまして、本当にありがとうございます。毎年、5年の土地は50歳、農業祭、今年は、ウィズコロナということで、最大限の注意をしながら、ご紹介をさせていただいておりますので、どうぞどうしても気になります場所でございますが、場合にはですね、ある程度、簡単を取って、そしておき合わないようにご利用くださいますようご注意のほどご協力のほどお願い申し上げます。ご覧いただきまして誠にありがとうございます。1キロ単位でありがとうございます。本日はご来店いただきまして誠にありがとうございます。おかかめコーラの家庭予選より今週のお買い得おすすめ商品のご紹介です。今週は大創業祭第2弾です。やっぱりちょっと硬そうなんね、水でね、ちょっと硬いような感じします。この辺にちょっと再建そうだ。やっぱり粉にもちょっと違うんだよね。なんと1,300円の大特価。土地と地の場所場所によって粉のほら立ち着きないから、それに合わせてこれ、生き方が大事なので、担いとかさ、関係する、あと粉の乾燥場合もあるから、いや、あくまでも、本物志向で実演用だけど、田舎のおばあさんたちは金ボールでやってる。金ボールでもできるから、ここは、道具にこだわらないで、まず打ち方にこだわったらいい。で、打ち方があるとできるだったら道具にこだわってるから。最初に道具を揃えていくのが日本人の得意なんだけど。こんなボールでもできるって。山形村のおばあさんたちからおさった時はさ、やっぱりおばあさんにこんなボールで行ってくんだよ。あと、小笠原さんとか、きっと多い小笠原さんとか、なんだ、ジャッジさんとかさ、ああいうふうな人たちが多いんだけど。今度は空気を出さなきゃなんだ。空気を出すために今こうです。この盛り合わせは創業会特別スポットになっております。通称、キグネリ。キグネリでしょ、はい、今キグネリで周りからこうグーッと上げてって真ん中に寄せながら、そして今度その空気が入ってしまうと乗した時に穴開くので、今度はこいつを寄せてってで空気の入らないような穴のないような状態ね、今やつに一つ形を直していって、冷凍するのよしですよ。魚卵コーナーの方でもご飯で最後はそこで潰せばこれで一骨は完了。それでは
な空気のところに寄せてって上下げて最後ピューって巻くと穴が開かなくなるっていう。はい、ご苦労様です。